さあ立派なね石垣がありますが、どっかの城の大手門ですけども、はい、ここでございます。たまる城、全然知らんかったけどめちゃめちゃ立派なお城です。外堀もこんだけ、まあ、残ってるだけでこんだけ広い。ここが大手門で入り口、城内への入り口ですが、この外堀を渡るためには、まあ、ここ木橋がもちろんね当時かかってた、今はここ道路になってますけどね、ね、広い。あ、で、そう、ここの特徴はもうここ見たらすぐ分かるんですけど、門の周辺大事なところは石垣、この城内もそうです。大事じゃないとこって言ったらあれやけど、全部じゃなくて大事なとこだけ石垣、そうじゃないところはこう土塁で築かれてたっていうね、そんな工夫がされてると。はい、さあ、万が一何かあった時はね、この大手門前にかかったこの木橋をバサッと落として、城内には誰も入れない島のような形で水堀でぐるっと一周ね大きく囲んでたというね、そんな田丸城、行きたいと思います。はい、村上龍平記念館ね、もうあの大手門入ってすぐあるんですけど、役場の向かい、あのここがあの100名城のスタンプね、あります。スタンプ村上龍平さんは、まあ誰かは知らないんですけど、この奥、そのね、村上龍平スタンプが押せるところの裏にあるのが奥女院。当時だから三の丸に大きなね奥女院があったということですが、今ここが入ってすぐは代官屋敷があったような場所、まあ、なんか広場になってますね。でそこにこのほら奥女院がね移築された、だから三の丸もうちょい城内にあって三の丸御殿の一部だったようです。で廃城になった後城外に移されてたらしいんですけど、またこのお城に戻してきたということで、まあ、もしかしたら若干の改変はねされているかもしれませんね、これね。でも立派な昔風建物になってますね。北畠氏かの傘下にあった田丸氏、田丸さんという人は城主を務めておりました。なのでまあ田丸城、織田信長の手が入り、要は織田信勝、次男坊が北畠をね乗っ取る形で養子に入ったと。はい、そこから信勝が手を加えてこの、ね現在のような形の原型を作ったそうなんですけども、その時天守も三重の天守挙げられて、その後、まあ、蒲生氏を経てですね、稲葉氏によってこの城の石垣はまあ組み直されたよと、ね、いうことだそうですね。でその後は、徳川御三家の紀州藩の管轄となりまして、付家老の久野氏、久野さんという人が、ここを居城として、使って、明治になるまで久野さんの城として残ったということでね、ぐるーっと、まあ、丸い形ですね、水堀が囲んでいまして、お手も入った次すぐ二の門すぐここなんですけどね、二の門があって、大女院ね、があった三の丸で、二の丸、本丸で、北の丸と、はい、まあ、こんな感じで、じゃあ見ていきましょう。二の門跡ね、まあ石垣立派な、これ矢穴も綺麗に残ってね、打ち込み萩ですね、積み方はね石を割って、組んで間を埋めるために真詰石をね詰めてというね、とこです。中学校がある場所が当時の三の丸、中学校の東側を回って抜ける感じで天守の方を目指すようになってます。蓮池と言われたね池で、多分この位置で間違いないんだろうと思うんですけど残ってます。まあ城内のね水源として使われたんでしょうか。あ、ここだ、ありました。これも移築だそうですね。もともとあった場所じゃないけど、城内の門、城内に8箇所門があったうちの三の丸にあったのがこの富士見門、それが一応城外に行ってまた今城内に戻ってきたっていうね、だから現存の門ですが、まあ、ちょっと場所は変わってます。移築現存というね門でございます。立派な土塁なんだけど、ここね
あの遊歩道って書いてるだけ、北の丸はちょっとこの土塁の上みたいですね。だから、もう一段上、どうやらこのまま上がれそうですので、分からん。ああなるほど、今あの北の丸の土塁、ね、かと思ったら、まあその土塁を越えて空堀があって北の丸、すごいねこれ。ちょっと立派な、立派すぎますなこの土塁は。でやっぱりあの北の丸の一部から、僕あの奥は石垣が組まれてね、あこの城すごいわ。もうお気に入りです。いい、この空堀の中を歩けるのはね、すごいいいですね。誉れなことでございます。なんででもこの位置に空堀作ったんだろうね。うわお、すっげえこれは。あここの石は野面かね、この石垣は。うわちょっと判断に困るタイプの野面と打ち込み、いや野面かな。でもちょっと平面が揃ってるんだよね。野面は自然石を積む積み方だから、あここは打ち込みですけど、ちょっとそっちのね小さい石垣の方は分かりませんね。何ここ超かっこいい。北の丸と本丸の境目になりますねここはね。でここに道があったのかというと、ここにありそうやけど、あの今は登れそうにない。まあ登ってる足跡はあるけど、で多分これあれだよね、この土があるけど、これ石垣があの奥にあるから、多分ここって行き止まりだったのかな。あこの立派な石垣すごいね。これ平成4年に作り直したんだって、当時の資料をもとに。マジか。でしかも野面積みって書いてるけど、ちょ野面っぽくないけどな。けどまあ野面っていうのが野面なんでしょう。こっちの話かな。で本丸、北の丸の高さに合ってるから、やっぱここは壁だったんだろうね、多分ね。あこっちはもう間違いなく野面、自然の石をねそのまんまに、割りもせず整えもせず積み上げていく、まあ、この技術が難しいんだけどね。これが難しいし、特に頑丈らしい、これで組み上げたらね、という積み方が野面積みです。自然石積み、本丸小口跡、要は大手筋やね、三の丸、この歩行者がある三の丸から本丸に上がる大手筋、立派。あさっきのとここかな。やっぱまあでも入れる場所はないね。入るなら二の丸からか、まあ、あれここどういうこと、まあ、この本丸からなんだろうね。ここになんかあるけどね、本来登れんかったんかな。でもまあここには門があったというか、小口だね、どう考えてもね。見るからには石もいいね、筋張った石、徳島城の青石を思わせる石でございます。なるほど、そうだよね、やっぱりね、コズには見られない門、やっぱ門あれコズ分からんかったもんね。だからやっぱ二の丸から入るのが正しいのかもしれないけど、あでもあれ礎石わからねえな、この城は。すごいな、この石垣。で、こっちが北の丸。今、城山稲荷神社になってます。ほんと、ただ広いね。で、神社、お稲荷さんやからこう、鳥さんが、わーっと、続いております。はい、こんにちは。もう言うたら江戸時代中残ってたからね、石積み技術は
しっかりしたもので、まあとはいえ積み方はノズラね、ちょっとハラミもある。まあ部分部分が石垣の城とはいえほぼ石垣ですね、これはね。もうほんと見えないとこはどれぐらいの、そんな感じ。はい、もしかしてこれ全部、いや残ってもね、発掘当時の石垣。へえ、お、何あれ、満開じゃないですか。なんすかこれ、綺麗。何かわかる方教えてください。お、天守、天守台。これに関してはもうあの当時のものだそうで、織田信雄が三重の天守を作ったそうでございますが、おそらくその時のでしょうね。でこの階段がね、扇状にこう末広がりに広がってる、これねすっげえなって思うんですけど、どうやらこれはあの後の改変らしくて、ここでしょうかね、ここなんか筋が見える気がするんだけど、いや分からんけど、まあでも要はもうこんなあの感じじゃなかったそうです。普通の階段だったそうです。登ると、はい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 、こんな感じ。上に石垣がね、あの低く一段高く積まれているのは、この上に建物が建てて、で今いるここがおそらく穴蔵、地下室じゃないかなって。でもこれ頭打ちそうな高さだけどね、もうちょっと高かったのかね、石垣がね。まあ、地下から入る構造だったんでしょうか。はい、登りました。あー景色いいね。あーこの景色かな。いいね。ちょこちょこはらんではいるけど、天守台もねいい形です。のずら積みで、本丸から二の丸にね、こっちに向けていきましょう。当時はこうやっぱ二の丸経由の本丸に上がったようですけども、あ、いいねこの間空堀、こっちのかな。あ、高い高い高い。あ、ここ下から見たいね。ここ本丸と二の丸は土橋で当時からつながってる、だから今とそう変わらないはずです。下から見ましょうね。はい、あ、これ高いな。上から来ると高く見えますが、二の丸への入り口、二の丸小口かな。あ、やっぱそうだ、二の丸小口跡ね。ずーん、多分ここが城内で一番高いんじゃないかな、この石垣が。これ高いよね。でこのこっちの二の丸と、まあ、石垣で組まれた土橋を渡ったこっち側が本丸、まあ、一段高いですこっちの方がね。まあ要はこの三の丸経由してグイーン二の丸上がってグイーン本丸行っての向こう、さらに奥には北の丸があるというね。多丸城跡の石垣は結構あの組み直したりしてるらしくて、すごいですよね。だからこれそのまんまっぽいけど、どうやら最近やり直したりしてるそうで、ここ直す技術高いよね、やっぱ近江が近いからかな。もちろんね全部やり直してるわけじゃないでしょうけど、もうほんと素人目、私目のようなクソ素人には直した場所がわからないぐらいね、綺麗な直し方ですよ本当に。ここの石垣はすごい、もう当時のまんまぐらいの本当にね。二の丸の南、こちらにね絡めて、要は裏口があります。はい、ここも結構こう鍵状に何度かこう曲げられてる、しかも側溝あるね、溝も作ってちゃんと排水も考えてたんでしょうか。まあ今やり直したわけではないでしょう、この側溝もね。やり直したんかな、もうここは分からん、もう正直分からん。ここはもうやり直しがうますぎてあのもっと下手くそに作ってくれてたらね、あ、ここやり直してるなとか分かるんだけど。多丸城跡絡めての通路について、
ここのね、絡めて側は信勝の時代に作り直されて、さっきの側溝もやっぱりね、あの発掘調査で見つかったものだそうです。まあここから入る人もいたし、物資の搬入なんかも行う場所としても使われてたということで、まあ要は裏口、やっぱあのスーパーのね搬入口みたいなもんかな、イメージとしてはちょっと違うか。あ、こんにちは。こんにちは。え？何したの？お城見に来たの。だね。